皆さんこんにちは。静岡県地域外交課の田辺です。先ほどの動画に続きまして、今回も小林さんに、今度は留学中の話についていろいろ話を伺っていこうと思います。小林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん今、コーネル大学に、在籍されていて、ざくばらに大学での生活について一日どんな感じで過ごしているのか、平日と、休日それぞれ教えていただけますか。そうですね、基本的に大学の中で全てが完結するというのが大きな特徴だと思っていて、朝起きたら大学に向かって、そこで授業を受けたらその後研究室に行って、でバイトがある日だったらバイト先も大学のジムなんですがそこに行って、夕ご飯も大学の中で食べて、帰ってくるというのが平日の生活になります。休日も勉強することが多くて図書館に行ったり、で長期の休みが3連休とかがあるときは近くのアメリカ国内で旅行したりということをしていました。日本の大学生だと授業行って、1回家に帰って、次バイトも、キャンパス外でとかっていうのが一般的かなと思うんですけども、授業も、バイトも全部キャンパス内で終わるっていうイメージですか。そうですね、バイトに関してはビザの関係で大学の中でしか働けないという制約もあるので、特にそういうこともあって大学内で全て完結するというのもあると思います。何のバイトされてるんですか。大学のジムの受付のバイトをしています。僕が留学した時に一つカルチャーショックがあって、図書館のそういう受付も学生がやってて、で別に、ずっと受付やってるわけじゃないから給料発生してる中でも学生が自分の勉強していたりとか、他の学生が何か来たらそれに対応するような感じだったんですけども、じゃあ小林さんもその受付のバイトをずっと受付やってるわけじゃなくて、ところどころ自分の勉強もできたりするようなバイトってことですか。そうですね、まさにその通りで、こう人が来ないときは自分の宿題をしていいというふうになっていて、そのあたりは私もすごくカルチャーショックだったし、ただ一方でそのお客さんがいないときにこうかしこまって座ってる必要って確かにあるのかなっていうのは思ったりもしたので、合理的に考えるところもあるのだなと思いました。で授業、バイト、それから自分の勉強もあると思うんですけども、1日何時間くらい勉強されてますか。そうですね、基本的に勉強しているか研究室にいるかな気がしますね。じゃあ家にいないときは勉強か研究室でリサーチしてるような。そうですね、ただ息抜きとして、ジムに行って体を動かしたりとかっていう時間はありますね。なるほど。今ジムって話してたんですけども、僕もアメリカの大学に行ってジム行ったときにランニングマシンとかバイクやってる学生がたくさんいるんですけど、その目の前にみんな参考書持ってるんですよね。それすごいなと思って、その辺はやっぱりコーネル大学でも同じですか。そうですね、私もやりますよ。授業の動画がアップロードされてたりするのを見なきゃいけなかったりすると、それを流しながらバイクを漕いだりとか、疲れたらそのネットフリックスとかにすることもあるのですが、そういう風にしてこう時間をうまく使いつつ勉強しつつ、でも自分の体にも気を使ってっていう学生が多いように感じます。なるほど。今、専攻は何を学ばれてるんですか。専攻はバイオメディカルエンジニアリングになります。どういった学問になりますかね。そうですね、簡単に言うと生物と医学と工学の融合分野になっていて、人間の体の仕組み、細胞などを使ってを工学して、新しい組織を作ろうというものとか、あとは医療機器を作ったりとか、そういった感じの分野になります。副専攻は、副専攻はコンピューターサイエンスを勉強しています。今、専攻と副専攻で、違う分野を勉強されているということですけども、それは大学入るときからもう決定していたんですか、それとも学年が上がるときに自分で選択されたんですか。そうですね、専攻のバイオメディカルエンジニアリングに関しては高校生の時に出願した時からこれを勉強したいという形で言っていましたが、副専攻のコンピューターサイエンスについては大学で授業を取って、あ、面白いなというふうに気づいてから副専攻にしようと決めたという背景があります。でも専攻自体についても実際に確定しなきゃいけないのが2年生の頃だったので、入学した時にはどの分野を勉強したいか決めていない学生もいるし、
その時に決めていたことから変える学生っていうのもたくさんいて、融通が効くように感じます。1年間じゃあ勉強してこの分野と違うなってなったら、そのタイミングで変更も効くっていうことですかね、はい、なるほど。じゃあ授業の話についてちょっと聞きたいんですけども、小林さん自身日本大学にも行かれたし、アメリカの大学にも現在行ってるんですけども、その授業に関して違いってありますか？そうですね、アメリカのコーネル大学の方が厳しい、大変だっていうのは一つ挙げられると思います。そのアメリカの大学でこう俗説というか、まあ、笑い話として言われてることに、まあ、大学は3つの S のうち2つしか実現できないって話があって、スリープ、スタディ、ソーシャライズ、勉強か睡眠か友人関係かで、そのうち2つしか実現できないよねっていう、こう笑い話もあるぐらいで、まあ、それぐらいこの勉強っていうのはすごく大変だっていう考え方があると思います。そうですね、で一方で東京大学にあってコーネル大学にないものというのは、この話とも関係して、自由な時間は東京大学の方がすごくあったと思っています。でもこれって本当に必ずしも悪いことだとは思っていなくて、その自由な時間があるからこそ、まあ、その時にたくさん旅行する方もいますし、たくさんバイトされる方もいますし、まあ、起業されたりする方もいるので、その大学の時間を大学に縛られずに自分でデザインできるという意味では、日本の大学も魅力があるのかなと思います。なるほど。じゃあ小林さんにとっては、まあ自由があまりないというか、そういった環境の方が、まあ、ご自身に合っていたっていうことでいいですかね？そうですね、ちゃんと大学では学問を極めたいと思っていたので、その点私はちゃんと授業で学べるアメリカの大学の方がいいなと思いました。なるほど。今じゃあ、まあ、コーネル大学には自由があまりなくて、東京大学には自由があったっていう話になるんですけども、他に何かアメリカの大学にあって日本の大学にないもの、または日本の大学にあって、アメリカの大学にないものがあれば教えてもらえますか？そうですね、日本の大学と比べてアメリカの大学にあるものの一つとして、まあ、生徒の多様性っていうのがすごく挙げられると思います。こうミリタリーの経験があって、でその後大学に来られる方もいますし、マイノリティな方もいますし、あとは私今工学部にいるのですが、工学部でも男女の比率が半分半分なんですね。そういうこういろんな人がいるっていう環境はすごくアメリカの方があるのかなと感じています。今ミリタリーの経験がある人もいるってことは、学年によってもう年齢もじゃあ様々ってことですか？そうですね、年齢も様々で、ミリタリーとかの経験があって年齢が高めの方もいますし、まあ、いわゆる飛び級とか早期入学をされていて自分より若い人もいて、すごく面白いなと思います。そういういろんな学生がいる中で、勉強に対するなんか取り組み方、何か違いってありますか？そうですね、勉強に対する取り組み方の違いは、まあ、ちゃんと大学で何かを勉強しようっていう意思はアメリカの方が強いかなと感じます。というのも、その大学で何を勉強してきて自分が何ができるのかというのが、就職活動でも大学院の入試でもすごく問われていて、でそのスキルに応じて新卒の時の給料も変わったりするので、その点自分をこうより高めるという意識は高いのかなと感じます。で4年間の大学生活の、まあまあ、成績とかもそうだし、やったこともそうなんですけども、それが就職に直結する？そうですね、そういう印象があります。じゃあ4年間なんかサボってなんていうんですか、ただ卒業しただけだと就職活動のところで苦労する可能性があるっていうことですか？そうですね、そういうふうに思います。じゃあもう入った時から比較的高い意識を持って将来のこと考えてみんな勉強されてるってことですかね？はい、私の印象はそういうふうになります。わかりました。で、ちょっと生活の話にもう移っていきたいんですけども、小林さん今キャンパス内に住まれています、キャンパスの外で生活されてますか？今はキャンパスの外で生活しています。じゃあアパートを借りて、はい、ルームメイトと住んでるんですかね？はい、ルームメイト一人は中国から留学されている子と一緒に住んでいます。じゃあそういう、まあ、ルームメイトとの、まあ、生活もそうですし、さっき言ったいろんなバックグラウンドの学生がいるっていう中で、何かカルチャーショックとかってありました？そうですね、一つは面白いなと思ったのは、授業中でもこの
ご飯を食べている方っていうのがいて、シリアルとかをこう朝の一番最初の授業でこうずっと食べていて、まあ、それだけでもこうえってびっくりするのに、そういう方に限ってこう積極的に質問されるんですよね。だからこうご飯食べながらもちゃんと聞いていて授業に参加していてっていうその態度は、まあ、面白いなと思って見ていました。先生も別にそのご飯食べてることに対して注意もしない。そうですね、特には。でその学生なんかは何だろう、食べてるけどもちゃんと授業のことも聞いててちゃんと質問する、それなかなか日本だと多分ないですよね。そんな授業中に、ね、ご飯食べるのってないですよね。失礼なことになりますよね。まあそういうのも留学ならではのまあ面白い経験というか一つですかね、はい、他に何かあります？カルチャーショックとか、うわこれびっくりしたなっていうこと。うん、僕が留学してた時にびっくりしたのは、図書館が24時間空いてる。で定期テストのテスト期間中になると、なんか夜12時くらいに放送でなんかピザが届きましたとかっつって、でロビーにピザがもちろん僕らお金払わなくていいんですけども来るんですよ。そういってなんか図書館とか勉強環境とかで何か、あこれすごいなって思ったことってあります？そうですね、おっしゃる通り私の大学も24時間空いてる図書館はあって、テスト期間になるとみんなそこに集まってきてずっと勉強しているっていうのはあります。特にあの期末試験の期間になるといろいろな図書館とか、まあ、ジムとかでその勉強の休憩タイムをやろうっていう形ではピザが出てきたりとか、あとまあなんか粘土で遊べるようなそういうのがあったりとか、あと犬が来て犬と触れ合えるのがあったりとか、大学の中での生活が中心になるからこそ大学側もこう生徒が楽しめるようなことをこう企画してっていう姿勢はあるのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。最後になるんですけども、今まあコロナの影響でいろんなところで、まあ、授業とかあのキャンパス生活もそうですけども、まあ、いろんな変化があったかなと思うんですけども、その辺コロナの影響って今どうですか？そうですね、私今3年生なのですが、2年生の去年は1年間日本でオンライン授業を受けました。でもこの3年生の一番初めの秋学期は完全に対面授業が復活していて、今まで通り教室に行って授業を受けてという形で生活していました。あのじゃあもうほぼ前と同じような形には戻りつつあると。そうですね、ほぼ戻ってきてると思います。わかりました。卒業後は今どのようなあのビジョンを持たれてるんですか？はい、卒業後はアメリカの大学院進学を目指しています。それはもともと入った時から大学院を考えていたんですか？大学に入るときは大学院のことは全く考えていなかったのですが、大学で勉強はやっぱり面白いなと思ったのと、あとはまあ博士課程に進んでしまうと、まあ、就職がとかっていうことも聞いたりするのですが、割とアメリカの友達とか教授とかと話していると、まあ、博士課程で一つのことを極めたのもなんかすごく素敵なことだよねっていう風潮があったり、そういう方の仕事も割と多かったりして、あそれなら自分の興味を目指してみるっていうのもいいなというふうに思ったのが主に大学を目指すようになった理由になります。じゃあそれは留学してて、まあ、そういう教授とも出会い自分の中でだんだん考え方が変わっていったってことですかね？はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後になるんですけども、今この動画を見てる方に小林さんからメッセージがあれば何でもいいです。一言でもいいのでお願いします。わかりました。これを見ている皆さんがもしアメリカの大学に行くことを目指されているとしたら、それはまあ決して簡単な道のりではないかもしれないけれども、本当に人生とか自分の考え方を変えてくれる大きなきっかけになると思うので、ぜひ頑張ってほしいと思います。でも大学で留学するのが自分のやりたいことじゃないとしても、まあ高校時代って将来何をしたらいいのかって私もすごく悩んだっていうのがありました。でもその時に将来のことがよく分からなかったとしても、自分が一番興味があることを追求していったら、それは絶対裏切ることがないと考えています。でもしそれが自分の興味のあることじゃないなって気づいたとしても、まあ、これは自分のやりたいことじゃないって気づけるだけでもすごく大きなことだと思うし、だからこそ将来に対して不安に思ったりせずに、自
自分のやりたいことを極めていってほしいなと思います。素晴らしいメッセージありがとうございました。では、今日は小林さんにお越しいただき、インタビューのさせていただきました。他の、留学生インタビューの動画も上がっていますので、そちらもぜひ、ご覧になってください。小林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。